どうもしゅんです。こんにちは。こんにちは、おやじりんたろうです。はい、ということでおやじさんに今日は来ていただきました。ありがとうございます。ねえ、これ何回目だろうね。3回目です。あ、3回目か。はい、ありがとうございます。この間は、オフィスで撮らせていただいたんですけど、はいはいはい、今日はなんかとあるレンタルオフィスからお送りしております。はい、すごいこう白バッグね。白バッグですごい白白でちょっと今日は揃えてきたんですけど、はい、ありがとうございます。いえ、とんでもない。ちなみにですね、あのおやじさんも YouTube チャンネルを、おとといって言わない方がいいな、あの先日開始したので、よかったら。そうなんですよね、はい、あの通常の YouTuber とちょっと違った形でちょっとかっこいい編集を心がけながら、はい、あの新しいライフスタイルとかワークスタイルとか、あと新しい価値を生んでる人たちをどんどん取材していく番組を作っていこうと思ってるんで、はい、皆さんチャンネル登録の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。下の概要欄にあるのでよかったら登録お願いします。で今日はですね、今まで、企業の方に何ですかね、面接みたいなことと、あとフリーランスの方とかインフルエンサーの方にインタビューを数々行ってきたんですけど、はいはい、なんか最近、それこそブロガーの方にインタビューする機会が多くて、もう就職しなくていいみたいな、あの何ですか、意見の方がすごく多くて、おやじさんは就職活動っていうのはなんか意味のあることだと思われますか？就職活動に関しては、僕今ちょっと社会人ちょうど14年目になったんですけど、はい、結論やってよかったなと思ってます、はい、いくつかあって、就職活動を通して自分自身の人生ビジョンを考えようと思って、僕はあの表現者として大成すると、はい、死ぬまで表現技法と表現哲学を追求するというシンプルな一本の軸ってものがあの見つかったんですけど、いまだにそのビジョンで生きてるんで、はい、こう迷った時に立ち返る軸が見つかったってことは、就活を通してこう自己分析をしてみて、自分が何が好きなんだっけとか、自分の性格の核は何だっけとか、はい、っていうものをこうちゃんとその自分の中でその考えていくんですよ。なるほど。で、その中で一番マッチしたのがサイバーエージェントだったっていう。就職をするということは、はい、おそらくその組織、企業に入るってことだと思うんですけど、はい、今だから分かることは、その組織に入る、ないしこう就職、大企業就職するとか、何でもいいんですけど、はい、入るってことは別にその安定を求めるために行くっていうのは間違いかなと思うし、別にだって企業って潰れるし、うんうん、であとは例えば、ね、就活生でよく言うのが、スキルアップとか成長したいからこの会社に入りたい、はい、その理由も別に間違いじゃないんだけど、結構自分本位、うんうん、一番大事なことは、そうそうそう、企業に入るっていうのは、はい、一人じゃ到底成し遂げられない大きな目標とか、はい、ビジョンをみんなで力を出し合って達成するために組織という大きなところに入るわけです、はい、っていうふうに分かりました。確かに、うん、その大きなことで、やっぱ遠くに行くためにはやっぱいろんな人と仲間と行くしかないじゃないですか、うん、それはすごい思っているんですけども、はい、いろんな会社が世の中にあって、なんかどこの企業で誰とするかっていうのがやっぱ迷うんですよね、僕、うん、就活生だった時にすごい迷ってて、そういった時になんかこの企業だっていうふうに決めるなんか軸みたいなものっていうのは、おやじさんの中にありました、就活生。やっぱりその時はあんまり軸ってなかったんですけど、最終的な決め手はやっぱり社長、創業社長のその哲学、はい、うん、社長の色って本当に今だから自分で会社もやって思ったんですけど、はい、やっぱり色ってめちゃくちゃ出るんですよ。社長イコール会社みたいなところ、社長イコール会社、そして社員のこう働き方の哲学に近しいかなと思うんで、はい、やっぱり社、大企業で、3代目4代目社長の場合でも、はい、任期が4年とか5年とかだった場合でも、はい、うん、やっぱり創業者のそのビジョンとか哲学っていうものはすごく大事かなと思います。で、例えばサイバーエージェントだと21世紀を代表する会社に、を作るっていう、なんですかね、ビジョンというか理念じゃないですか、そこにいいなって思ったっていうことですか？ビジョンにはやっぱり共感したんですけど、やっぱり、社長のなんて考え方ですかね、いろんな記事とか本とか読んで、はい、と思って、藤田さんイケてますよね、すごい、うん、やっぱり藤田社長はすごいこう昔から自分の考えをちゃんと言語化して発信する、はい、それこそ本当に本書くとかコラム書くとかいろんなその発信業務やってらっしゃったんで、はい、そういうものにやっぱり少なからず影響してると思うんですよね、で、あれ何の話だったっけ
就職はそう、就職活動は結果的結論から言うとやった方がいいし、それを通して自分のキャリアとか人生について考えるきっかけになるっていう点で、やっぱ就活生とか大学生は早いうちからやった方がいいっていう。ああまあでも僕はどちらかというと就職活動はどっちでもいいと思ってて、はい、まあするメリットはさっき言った通りで、はい、ただしなくても自分がやりたいことがはっきりもうすでにある人、例えばしゅんくんみたいな会社を作りたい、はい、まあ、僕の親父は医者なんだけど、はい、まあ、お医者さんになりたいって話だったら別にそのサラリーマンではなくてやっぱりその普通に大学病院なのか開業なのか行くと思うし、弁護士になりたいだったら弁護士事務所だし、はい、どちらかというとね、大枠こういうことはやりたいんだけど具体的にまだ本気でこれだっていうことが見つからない人たちが、はい、きっと就職活動するんだろうなと思ってて、はい、まあ、いろんな学生と話してると、まあ、僕自身もそうだったし、はい、具体的にこれがやりたいっていうことが別に明確にあるわけじゃなかったんで、はい、そう、そういう人にはやっぱした方がいいなっていう、うん、まあ、確かにな、僕もそんな決まっているってわけではないんですよね。一旦休止するっていうか一旦離れてとりあえず起業してみようかっていう軽い気持ちなので、うん、まだこれっていうものは見つかってるわけではないんですけど、うん、まあ、徐々にって感じです。まあ、シュン君の場合はさ、その YouTuber ちゃんとやっていくっていうさ、確固たるもう大きな活動があるじゃない、はい、それだけでもかなり忙しいと思うから、まあ、そういう意味ではね、別に就職しなくてもいいと思う。確かに、うん、あとは一個思うんですけど、はい、まあ、僕結構ね、前提すごい寂しがり屋なんですよ。あ、そうなんですね。で、やっぱりこう会社で働くって、はい、寂しくないですよ。うん、まあ確かにな、うん、やっぱり素敵な仲間に囲まれて、はい、その要は辛い時は助け合ってとか、まあ、時飲みに行って、まあ、本当にこうなんていうかな、まあ、寂しい思いを別に会社でそんなすることはない。あ、そうですよね。特にチームプレーでやってるんで、まあ多分本当に一人でやっていくんだったらきっと孤独をすごく感じるんだろうな。いや、そうですよね。 YouTube 一人でやってたらまあちょっと頭おかしくなる時ありますよね。寂しくて一人でずっと夜な夜な編集してる時とかね、はい、まあ、そういう意味では本当にそのなんていうのか、まあ、寂しくない人はあの企業に入って仲間で一緒にこうやっていくっていう考え方もあるし、ただ別に企業に入らず自分で起業するにしても、はい、まあ、自分で雇ってチームでやっていくってパターンもあるし、あとはそんなに大きな会社を作んなかったとしても、はい、最近だとやっぱ企業と企業と企業でこう近しいところで、まあ、企業間ギルドみたいな形で、はい、その連合組んでやっていくってパターンもあるし、まあ、いろんな方法はあるんじゃないかなと思うんで。そうですよね、はい、だからまあそれこそ昔は、僕は知らないですけど昔に比べてよく言われてるのは、なんかいろんな選択肢ができる時代ではあるって言われてるじゃないですか、うん、なので、まあ、もっとなんていうの、柔軟に考えてフラットの立場で選択するっていうのは。そう、だからあの本当に自分の性格とか思考性とか自分のやりたいことがどれだけ明確なのか否かによって、はい、別に就職活動、その後組織に入る、入らない、起業する、また別のことやる、 YouTuber やる、まあ、何だっていいと思うんですよね。まあ、それぞれメリットデメリットがちゃんとある感じかなと思ってます、はい、ただ就職活動をするっていう行為だけは、はい、あのまあ、別にそんなにデメリットはないかな。確かに自分自身を知るっていうことが就職活動なのであれば、まあ、絶対にやった方がいいなっていうふうに思います、うん、はい、ありがとうございました、上田さん。ありがとうございました。はい、ということで今日の動画は終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあな。